田村君。日本共産党の田村貴昭です。地方自治体の地域再生の取り組みと地方公正について質問をします。平成の大合併から10年が経過しました。お手元配布の資料丸1をご覧ください。総務省の市町村別決算状況調べから作成した人口規模別の市町村の数の推移と国土面積に占める割合であります。2001年度と2013年度を比較しますと、人口1万人未満の市町村は1549から487へ、人口1万人から3万人の市町村は954から451へと大きく減少しました。しかしその3万人以下の自治体が国土面積に占める割合、これ円グラフですけれども 47% となっています。国土面積の約半分をこうした小さな自治体がカバーし、中山間地と僻地、離島を含めて日本を支えています。そこで高市総務大臣に伺います。地域の再生や自然国土の保全をはじめ、こうした人口規模の小さな自治体の果たす役割は非常に大きいものがあると思いますけれども、いかがでしょうか。高市総務大臣。ご指摘のとおり、人口3万人未満の市町村数、大きく減少しております。小規模市町村にありましても、国土の保全、食料水の供給、郷土文化の伝承など、さまざまな多面的機能を有していると、考えております。で、人口減少社会におきましても、このような小規模市町村が地方自治体として持続可能な形で行政サービスを提供していけるようにすることが必要でございます。ですから総務省としては、都道府県による市町村の補完ですとか、連携中枢都市圏や定住自立圏をはじめとした市町村間の広域連携をさらに推進するとともに、地域おこし協力隊の増員ですとか、ふるさとテレワークの推進などを通じまして、移住や交流の人口による地域活性化を図ることが必要だと考えています。委員長。田村貴昭君。その過疎少子化のですね、問題を自らの力と、そして知恵によってですね、克服へと努力している自治体が今増えています。その中の一つが島根県の邑南町であります。私も先日視察に行ってまいりました。攻めと守りの定住プロジェクト2011、プロジェクトを2011年度から進めて、攻めの分野では地元農業を生かして移住者に向けた雇用の場を作る、それから守りでは町民の負担軽減を目玉にして、第二子以降の保育料無料化、中学校卒業までの医療費の無料化などを実施し、住民移住者からも大変歓迎されています。その結果、人口の社会増減は3年連続増加との見込みであることを伺いました。石破総政大臣も邑南町についてはよくご存じのことと思います。時間がないので端的にお答えいただきたいと思うんですけれども、やはり人口減少対策とか地域再生の中で子育て支援、これはやはり大事な施策だというふうに私も痛感いたしました。優れた取り組みは邑南町に限る話ではありませんけれども、政府として自治体のこうした子育て支援の取り組みを大きく支援すべきだというふうに思います。支援すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。地方創生担当大臣、石破茂君。いや、それは委員ご指摘のとおりであります。で、邑南町というのは竹下予算委員長の選挙区でありますが、私も伺ってみました。ここ3つあって、日本一の子育て村を作りたいんだと、そしてまた2つ目は A 級グルメ、 B 級グルメじゃなくて A 級グルメの街づくり、そして徹底した移住者のケアをやるんだということであります。で、日本一の子育て村というのは何もスローガンだけじゃなくて、委員ご指摘のように若年女性の率が増えてるわけですよね。そしてまた高齢化比率が下がってるわけですよね。実際そういう施策はきちんと数字になって現れる非常にいい例だというふうに認識をいたしております。田村君。やはり少子化対策、大事なんですけれども、自治体をですね、応援すべき政府がですね、逆に自治体の努力に対して、水を差すようなやり方を取っています。その典型が子ども医療費助成制度や障害者の医療助成制度に対する国民健康保険の国庫負担減額調整、いわゆるペナルティーであります。そこで塩崎厚生労働大臣に伺います。国保の減額調整は、厚労省の平成25年度の資料、地方単独事業に関わる市町村国保の公費負担の調整、これによりますと、子ども医療で114億9000万円、高齢者医療で22億7000万円、
障害者で283億1000万円、全体で480億6000万円となっていますけれども、間違いありませんか。塩崎厚生労働大臣。この地方単独事業によります医療費助成によって窓口負担が軽減をされると、その場合一般的には医療費が増えぬということから、限られた財源の公平な配分あるいは負担を考えて公共財政に与える影響等の観点から増加した医療費分の公費負担を減額調整を今までしてきたというのが制度です。で、今ご指摘になった数字はその通りでございます。はい、田村君。実に1421の自治体に対して480億円ペナルティが課せられている。子ども医療費助成制度は今47都道府県が全部行い、市町村でも大きく広がり、中学校卒業までの実施率は通院で 67%、 入院では 82% にも上ります。鈴木大臣、私、子どもの医療制度の在り方等に関する検討会で議論が行われることは承知しています。そして大臣は先日のこの委員会で、今年の春をめどに一定の取りまとめができるようにしていくと述べられました。減額調整やめるんですね、ペナルティーやめるんですね。お答えいただきたいと思います。塩崎厚生労働大臣。地方単独事業による、子どもの医療費助成を行った、今の制度についての、地方団体からたくさんご要望が来て、おります。国民健康保険の見直しをする、改革の見直しをする際にもご指摘がたくさんございまして、宿題になっております。でそれが今お話があった子どもの医療制度の在り方等に関する検討会になって、今議論を深めていただいているわけでありますけれども、これはですね、地方公共団体からの強い見直しのご要望、これを受けて現行制度の趣旨、これをやっぱり考えなきゃいけない。さらに国公財政に与える影響というものをもしやめた場合とか減らす場合とか、いろんなことが考えられるわけでありますから、これもやっぱり検討しないといけないと思うんです。またこの減額調整措置のあり方も含めて、子どもの医療のあり方については、少子高齢化が進行する中で子育て支援等の幅広い観点から考えていくことが重要であって、こうした観点を含めて今ご指摘いただいた検討会において、今申し先生からもお話しあったとおり、今春をめどに一定の取りまとめができるように議論してまいりたいというふうに考えているところでございます。委員長。田村君。わざわざ検討委員会立ち上げてやってるんですから、これはもうペナルティー減額調整なくすべき方向でやってるんですよね。そういうふうに答えたらいいじゃないですか。取りまとめが出されたら直ちに減額調整をやめる手続きに入ること、そして来年度からは減額調整をしないように強く要求をしておきたいと思います。どうぞ。次に地方交付税について質問をいたしたいと思います。政府は地方創生を掲げるとともにですね、地方の行財政改革を同時に進めようとしています。その一つが人口減少等特別対策事業費であります。資料の丸2をご覧いただきたいと思います。これ昨年度に創設された町人仕事創生事業費、この中の人口減少等特別対策事業費の6000億円の配分の話であります。人口減少等の取り組みの必要度分から段階的に取り組みの成果分に配分を移していく方針だというふうに伺っています。そこで高市大臣に伺います。現行は取り組みの必要度5000億円と取り組みの成果分1000億円の配分でありますけれども、これは今後成果分の割合を大きくしていくお考えなんでしょうか。総務大臣高市早苗君。基本的には人口で算定して、その上で取り組みの必要度および取り組みの成果を加味することにしております。平成27年度においては取り組みの必要度による配分を手厚くしています。28年度の算定にあたりましては、各地方団体がですね、地方版の総合戦略を、本年度中に策定する、見込みでありまして、しかし実際に取り組みを始めてから成果が出るまでには一
定の期間が必要となりますので、この配分は変更しないことにしています。まあ、ただし平成29年度以降につきましては取り組みの成果が徐々に現れてくると想定されますので、まあ、成果の実現具合ですとか地方団体の意見などを踏まえながら取り組みの成果を一層反映することを検討してまいりたいと考えています。委員長。田村君。それでも高市議員が、高市大臣が議員を務める経済財政諮問会議のアクションプログラム、ここではですね、成果を反映した配分を集中改革期間後の後は5割以上とすることを目指すとしているではありませんか。つまり3年後は今の1000億円を3000億円以上に増やすということであります。日本全体が人口減少の過程にあります。人口が増える自治体もあれば減る自治体もあります。人口減少率などでですね、自治体が努力をしても数字の成果が出なければ交付税が削減されるんです。結果として小さな自治体が切り捨てられることになるんじゃないでしょうか。大臣どうですか。高市総務大臣。この取り組みの成果に関する算定にあたりましては、人口減少対策などの取り組みにつきまして、各地方団体の置かれている状況が大きく異なりますことから、できるだけ多くの成果指標を採用しまして、地方団体のご努力を多面的に反映するということ、それから条件不利地域などの団体の取り組みの成果も適切に評価されるように、指標の絶対値ではなく、各団体の指標の伸び率を全国の伸び率と比較するという工夫を行っています。いずれにしましても今後取り組みの成果を一層反映していく段階におきましては、地方団体のご意見も伺いながら条件不利地域の財政運営に支障が生じないようにしっかりと検討してまいります。委員長。田村貴昭君。だったらもう地方交付税なんだから必要度だけでいいじゃないですか。そもそも人口減少等特別対策事業というのは人口規模の小さな自治体には大きく跳ね返る制度なんですよ。でそれはパイはそのままに置いといて配分を変えるんだったらおのずとして小さな自治体は減額されるじゃないですか。人口減少の問題というのは3年間ぐらいで成果が出せるものではありません。地方の固有財源である地方交付税の性格を変質させるものだと私は思います。地方交付税を政策誘導に使うべきではありません。続いてトップランナー方式について伺います。お手元の資料の丸3と丸4であります。トップランナー方式について総務省は歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるようなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映するとし、平成28年度は16業務、平成29年度以降は7つの業務、計23業務を対象として、民間委託や指定管理者制度の導入などの業務改革を促しています。要するに、学校用務員事務、道路の維持補修、清掃、学校給食、スポーツ施設の管理等の業務をアウトソーシングして、経費を削減し、それを標準の経費水準として地方交付税の算定に結びつけようというものであります。高市大臣に伺います。例えばですね、道路維持補修や学校給食などについて、資料にあるように業務改革の内容を民間委託等に限ったのはどうしてですか。高市総務大臣。地方財政は巨額の財源不足を抱えてまして、依然として厳しい状況にある中で引き続き行政の効率化は進めていく必要がございます。ですから昨年8月に総務大臣通知としまして、地方行政サービス改革の推進に関する留意事項というものを発出して、民間委託などの積極的な活用によるさらなる業務改革の推進に努めるように各地方団体に要請をいたします。
しました。で、平成28年度の地方交付税の算定においても多くの団体が民間委託などの業務改革に取り組んでいる、業務について、こうした業務改革を行っている団体の経費水準を、基準財政需要額の算定基礎とすることにいたしました。まずは多くの団体がすでに取り組んでいるというところでしっかりとご努力をいただきたいということでございます。委員長。田村君。多くの団体といいますけれども、これらの業務をですね、直営でやっているところは全国にいっぱいありますよ。例えば学校用務員事務でありますけれども、総務省の地方公共団体における行政改革の取り組み状況に関する調査、この資料によれば委託実施団体の比率は市町村で 22% ですよ、まだ、ね、学校給食どうでしょうか。市町村の委託実施団体の比率は調理で 52%、 運搬で 72%、 こういう状況です。学校ごとで見ていきましょうか。文部科学大臣、長谷大臣お伺いします。公立小中学校における学校給食の外部委託状況についてどうなっているですか。ご説明いただきたいと思います。文部科学大臣長谷博君。公立小中学校における学校給食における外部委託状況について平成26年5月1日現在の数字をお伝えいたします。調理 41.3%、 運搬 43.9%、 物資購入管理 9.2%、 食器洗浄 39.3%、ボイラー管理 21.8%、 以上の通りであります。はい、田村君。学校給食の外部委託はご答弁ありましたように調理で 41.3%、 運搬で 43.9%、 つまり高市大臣、半数以上の学校はですね、直営の状況にあるわけですよ。でそれを新年度からは、これ資料の一番下に書かれているんですけども、経費区分の見直しで給与費を委託費にしてしまうということなんですよね。これ委託費にしてしまったら単位費用が下がっていくということになるんですよ。長谷大臣、もう一度聞きます。学校給食の実施方式というのは全国様々です。自校直営、調理委託方式、それから委託弁当方式、もういろいろありますけども、文部科学省としてどの方式がいいのか、何か基準を持っておられるんでしょうか。長谷文部科学大臣。文部科学省ではどの方式にすべきという基準を定めているわけではありません。はい、いずれの方式で実施するかについては各学校設置者が地域の実情等に応じて判断するものと考えておりますし、いずれにしても衛生の問題、子どもたちの栄養の問題、そして最近では食育の観点からも充実した学校給食が提供されることが望ましいと考えております。はい、田村孝明君。文部科学省は一律の方針を自治体に提示していないということであります。子どもたちの給食を直営でやるのか、それとも民間委託にするのか、これは自治体と住民の中でこれまで侃々諤々の議論が行われてきています。今でもそうであります。直営でやっているところはそれなりの意義と理由があるわけなんですよね。そうした経緯も踏まえないで交付税を使って歳出削減の誘導を図るべきではありません。民間委託化でどんなことが今起こっているのか。例えば静岡県浜松市、昨年4月から小中4校で給食調理業務の民間委託を実施する予定だったけれども、実施直前の3月末になって業者が突然調理体制が確保できないとして辞退してしまいました。4月から給食が実施できず、1学期は市販の弁当業者が納入する異例の事態となりました。この浜松市の民間委託は先に挙げた総務省の行革に関する調査で計画的なアウトソーシングの例としてわざわざ紹介していますよ。給食が出せない事態を作っているのにどこが計画的なんでしょうかね。コスト重視で委託弁当方式を採用した自治体もあります。これ低温で運ばれてくるんですよ。子どもたちね、もう冷たい、おいしくない、中身がスカスカ、食べたくない、大変不評ですよ。
その他ですね、異物混入事件、今多いです。全国各地であっています。長谷大臣、もう一問。行き過ぎたコスト重視というのはですね、これは子どもたちの健康と体に影響を及ぼしかねないというふうに思います。そうしたことは絶対僕はあってはいけないと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。長谷文部科学大臣。学校の規模もございます。また学級数等の課題もございます。そこはやはり設置者の市町村において適切に判断されることが望ましいと考えております。はい、田村君。いいです。少々お金がかかってもですね、子どもたちのためを思って努力をしているところもありますよ。私福岡です。宗像市ではですね、年次計画で18の小中学校に24億円かけて学校の給食調理室を作ってまいりました。安全性と教育的観点がその理由であります。お米は全部市内産、地元成果物の利用は昨年度 39% で県内トップレベル、まさに地方創生じゃないですか。文部科学省も先ほど大臣答弁ありました、食品ロス削減、地産地消推進、伝統的食文化継承を求めてモデルをやっていく。まともなことをやろうと思ったらそれ何にお金がかかるんですよ。子どもたちの命と健康に関わる学校給食が安かろうまずかろう、そして危なかろうではダメなんです。委託市場主義、コスト削減で押し量ってはいけません。なぜならば学校給食というのは教育の一環なんです。このほかにも民間委託指定管理者制度はさまざまな問題が起きています。例えば埼玉の富士見市でずさんな管理体制のもと悲惨な死亡事件もありました。その他いっぱいあります。高市大臣、これだけですね、いろんな問題があるのに民間委託そして指定管理者制度を一律に交付税を使って迫っていいんでしょうか。削減した経費水準を標準の経費水準としていいんでしょうか。お答えいただきたいと思います。高市総務大臣。まず学校給食について、例を挙げられましたけど、学校給食についてはすでに平成16年度か18年度まで、業務改革、つまり民間委託を前提とした経費水準にしておりますので、今回経費区分の見直しを行います。金額はだから変わりません。給与費から委託料ということで水準は変わっておりません。でまた浜松市の事例も、伺いました。この外部資源を活用した場合であってもですね、委託した事務事業などについての責任は行政に帰属するものです。地方公共団体において適切に、事業の執行管理をしていく、必要がございます。浜松市の事例のように民間委託による学校給食が再開するまでの間ですね、外注のお弁当の提供により対応すると、そういう措置を判断して講じられたものだと思っております。いずれにしても効率的効果的に質の高い行政サービスを提供することができるように、その役割を団体が果たしていくということが重要であります。委員長。田村君。今でも民間委託水準そして据え置くと言われてますけども、直営が半分以上あるんですよ。経費区分を委託料等にするならば民間委託がまたどんどん進んでいくじゃないですか。そうなれば今の経費水準が引き下げていくわけではありませんか。経費区分の委託化というのはもう民間委託しか認めない、そういうものであります。確認しますけども、国は民間委託指定管理者制度へ移行せよと言います。しかし自治体は直営であってもその他の方法でもどちらを選択してもいいのではありませんか。あくまでもその形式については自治体が判断するのではありませんか。基本的なことですけれども、お答えいただきたいと思います。高市総務大臣。おっしゃる通り、自治体の判断でございます。地方公共団体が直営、民間委託指定管理者制度などといった、事業の実施方法のうちですね、どのような方法を選択するかについては、これは地域の実情に応じて適切に判断されるものであります。委員長。田村君。だったらですね、業務改革の内容、これ民間委託等だけに限定してるんですよね。これはおかしな話です。
トップランナー方式については全国知事会、全国市長会、全国町村会ほか地方6団体が反発して異論が出されています。知事会の山田会長はこう述べておられます。今の地方交付税は標準的な財政需要を考えているわけです。不利な地域は不利な部分を需要に反映させる形で補正をしており、標準的な経費を下回るよう行革努力をしたときはこれは努力をしてきたのだから報われるという形で地方が努力をするためのインセンティブは十分にできています。こういう地方交付税の前提を無視してトップランナー制度にしようという話が出てくるというのは地方交付税を切りたいだけではないのでしょうか。切ったものは国が持っていくという話ですから、そんなことは全くおかしいとしか言いようがありません。結局安倍政権は地方交付税削減が目的じゃないんですか。お答えいただきたいと思います。高市総務大臣。このトップランナー方式の導入につきましても、地方6団体とは十分に協議をし説明もし納得もいただいております。多くの地方団体で取り組んでいる業務改革を反映した、経費水準を標準的な経費としてですね、基準財政需要額の算定基礎としています。結果として基準財政需要額の減少要因とはなるものでございます。したがって地方団体への影響などを考慮して3年から5年程度かけて段階的に反映するということとともに小規模団体など地方の実情を踏まえて算定するということにしています。で、28年度は地方の一般財源総額について前年度を 0.1 兆円を上回る 61.7 兆円を確保しておりますので、地方団体が安定的な財政運営を行える、そう考えております。委員長。田村貴昭君。でもね、高市大臣、骨太の方針ではですね、自治体間での行政コスト比較を通じて行政効率を見える化し自治体の行財政改革を促すとしているじゃありませんか。要するにコストカットなんですよ。歳出削減をした自治体をトップランナーとしてモデルとして単位費用の算定に反映させる。少なくともこの23業務については交付税の削減を目的にしてるんですよ。だからこういうやり方を出してきたんじゃないんですか。そもそも地方交付税というのは何なのか、これ総務省のホームページでちゃんと、書かれています。地方交付税は地方公共団体の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民も一定の行政サービスを提供できるような財源を保障するためのもので、地方の固有財源であると。まさに地方交付税こうなんですよ。成果主義とかね、努力した分とかそういうものじゃないですよ。いわば国が地方に代わって徴収する地方税であると総務省のホームページでちゃんと解説されています。トップランナー方式で自治体の重要な施策の財源を奪ってはなりません。地方交付税法の趣旨をねじ曲げて国が政策誘導のために使ってはダメです。そのことを主張して質問を終わります。この続きは総務委員会でまたやらせていただきたいと思います。終わります。これにて田村君の質疑は終了いたしました。次回は明9日午前9時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。